若い頃の苦労は買ってでもしろ、はい、お金を払ってでもしろ、そのチャレンジする気持ちっていうのが結果的にそれで自分の成長であれ殻を破ることにつながるから、まあ、それが結果的に心の悩みであったりポジティブにマインドを持っていくテクニックになるから、そこは結構大事にしてましたけどね。皆さんご機嫌いかがですか？川島愛です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は今仕事や学校生活で孤独を感じている人、様々な試練に遭遇し生きる希望を見失いつつある人に寄り添い、明日への扉を開けていこうという番組です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フーズの提供でお送りします。今回は実業家、格闘家、そして YouTuber などマルチな才能でご活躍の伴中村さんにお越しいただきました。中村さん、今日は本当にありがとうございます。こんにちは、伴中村です。よろしくお願いします。久しぶり、はい、お久しぶりの皆さんもきっとたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、伴中村さんのプロフィールをご紹介いたします。1977年山梨県のご出身です。高校時代はサッカーでご活躍されます。その後山梨学院大学に入学、大学院まで進み、ついには母校に職員として就職をされます。その後経営者として独立し、日焼けサロンなどを経営されます。その傍ら格闘家としても稀有の実力を発揮され、ブレイキングダウンを代表する人物の一人としてご活躍されています。また学校での講演会などを通じて若い世代への応援メッセージなどを発信し続けておられます。ちょっと今日は伴中村さんの人生について深掘りしてお聞きしていけたらと思うんですけど、はい、どうぞご自由にもうその経歴がもうすごすぎて、職員として最初は働かれていた時代もあったんですか？はい、2年ほど職員の生活はしてて、はい、まあ、大学職員って、まあ、サラリーマンでもあり、あ、学校、まあ、教員というか教授ではないんですけど、はい、裏方をやる仕事で、はい、まあ、どちらかというと生徒指導に近いですね。じゃあ教育の現場に携わってこられたんですか？はい、あ、そうですね。はい、それから経営者になられるわけなんですけども、はい、まあ、日焼けサロンですよね、はい、経営されるわけなんですけど、はい、これはきっかけはあったんですか？小さい頃から、まあ、サッカーをやってたんで20年ほど、はい、で小さい頃からそのなんだろう、冬でも半袖短パンで、サッカーを外でしてるような人間だったんで、まあ、常に日焼けしてるんですよね。その日焼けっていうもの自体に何か親和性が自分の中にあり、はい、それがまあきっかけでもありつつ、あとはビジネスモデルが日焼けサロンっていうのが一番その純利益率が高かったというか、僕の中のモデルがしっかりシンプルで、はい、現金商売でお金がシンプルに動きやすいっていうところを、実業家としての才覚がそこで、はい、人件費がかからないってところも一番大事にしてたん で、そうなんですか。機械が接客してくれるシステムなんで、あ、はい、なるほど、そこを重要にしてその道を選びました、はい、その後にすごいごく最近とおっしゃられてたんですけど、はい、格闘家として、そうですね、はい、ご活躍されるわけなんですけど、はい、これはどうしてここに目覚めることになったんですか？格闘技に目覚めたかっていうとそこまでではないんですけど、はい、正直その大学時代の、約 6,7 年大学院職員の8年ぐらいもテコンドーっていう、こう競技、韓国由来のものもやっていたし、はい、かといってまあなんだろうな、スペシャルまではいけなくて、はい、でここその2年ほど前にブレイキングダウンっていう格闘団体に出るまでに、はい、2,3 年、キックボクシングも、まあ、むしろ運動不足解消レベルで、日頃の経営者としてのストレス発散レベルで、そういうことはしていたんですけど、トレーニングレベルで、だけど格闘家を目指してた自分は、まあ、もちろん未だにいないんですけど、たまたまそのストーリーになったって感じですね、はい、もうさまざまな舞台で優勝されてご活躍されて、本当にもう格闘かっていう印象も伴中村さんには、うん、いや強いですね、はい、皆さんすごくそう言っていただくんですけど、あると思うんですけど、はい、その一方で YouTuber として本当にもう
あらゆる世代の方に注目を浴びられてると思うんですけど、はい、ちょっとピックアップさせていただくと、その中村さんの YouTube 上げられてる YouTube の中に、はい、小中学生の自殺が過去最大の件についてという、はいはい、お題の動画が上げてます、はい、あるんですけども、はい、ニュースで取り上げられていて、でそのことについて中村さんが感じられたことを、うん、おっしゃられていて、その実会の会で、うん、実際にその思い詰めた繁華街の子どもたちにお話を聞くっていう場面があったんですけど、うんはいはい、そうやってこう実際に話を聞いて、で中村さんがその子たちのお話を本当にすごく聞いてくださっている姿があって、いやこういう大人の人たちがもっとこう子どもたちの周りにいてくれたりしたら本当に何か信じられるものがもっと増えるんじゃないかなってすごく思ったんですけど、うんはい、この小中学生の自殺はもう500件超えてましたもんね、500人超えてたんですけど、そのニュースを見た時はもういても立ってもいられないっていうようなご心境だったんですかね。これは結局親御さんの話にもつながるんですけど、はい、子供も親もしかり、はい、心のコップの水が溢れてしまっている人が多いなっていうのが、はい、もう僕の結果的に言うと YouTube の活動にもつながっていて、いても立ってもというよりはそうだよねっていう、そうなんかちょっと切ない気持ちの方が、はいはい、そうなるよねっていう、はい、そっちですかね、どちらかというと、はい、YouTube をやられる意味とか意義っていうのはそこの問題に関してもあるんですか。今心の闇とか悩みを抱えていらっしゃる方、うんはい、もしくはその社会の闇もこう切り裂いて、はい、中村さんはいつも僕の YouTube は全て、はい、それです、されていますけども、はいはい、どうしてこの YouTube をずっとこう今も続けてやっていこうっていう気持ちなのか少しでもお伺いできると、それを話す前に今その質問に答えると、はいまあ、やっていこうっていう言葉があったからそれにまず答えると、はい、まあ僕はもうねこんないい年して、まあ、おじさんたちの応援団長なんていう言い方もされつつ、はい、歯に衣着せずものを言わせていただいて、はいまあ、正直この、まあそうですね、インフルエンサーでありエンタメっていう世界になんか長くいいよって別に全く思ってなくて、はい、いつ消えてもいいよっていうスタイルで、まあ、またここで YouTube の話に戻るんですけど、はい、警察や裁判所、はい、裁判官、はい、弁護士、司法書士、はい、そういう方たちでは解決できないことが世の中にはあると僕は思っていて、はい、で正しいか間違ってるかって言葉が世の中にあるけども、はい、僕は常にいい方法っていうのを必ず選ぶようにして生きてるんですよね。はい、それをちゃんと選べるかってことをすごい大事にしていて、はい、一番はでも何が伝えたいかというと注意喚起ですね。なるほど、はい、世の中の起きている現実を見せて、はい、で皆さんこれはアーティストである川島さんもそうだと思うんですけど、はい、物事のこの本質、歌の歌詞だったら歌詞から伝わりきれる、そこから汲み取れる、この人は何を本当は伝えたいんだろうかとか、ただただ喧嘩しているその裏ではどんな切ないことが起きているのかとか、はい、そういうのを YouTube っていう一つのツールを使って伝えて、はい、その明日ももしかしたら今日クローゼットに入りたくなってる人、今日僕電車で来たんですけど、はい、周りの方いつも僕見るんですよ、キョロキョロ。でその時に、まあ、携帯で横を見たらこっちは恋人と LINE をしてたり、こっちは YouTube を見てたり、いろんな人がこういるわけですよね、はい、でその時になんかこうなんか明日もまた頑張ろうって思えることにつながるような動画にできたらなっていうのは結構大事にやってますね、はい、そうですね、リスナーの皆さんや視聴者の皆さんからいただいた意見で嬉しかったっていうことはありましたかね。そうですね、僕の例えばインスタとか
まあ、ツイッターもそうですけど DM は1日本当に20件も30件もその相談の DM が来るんですよ、はいはい、全部はちょっと返しきれないんで、はい、まあ、ちょっとピックアップしてにはなるんで、もちろん冷やかしみたいなものも中にはあるんですけど、はい、なんだろうな、それだけみんなの心が疲弊していて、明日どうしよう、はい、まあ、最近あげた、本当つい最近あげた動画だと養育費を払ってもらえない方のシングルマザーの話であったり、はい、やっぱ注意喚起としてこういうことが自分だけじゃない人も起きてるんだから、それでなんか自分の心をなだめるというか、はい、あ、私だけじゃないんだ、俺だけではないんだっていう何かそのメッセージ性に持っていけたらとは思って、ただ YouTube も、はい、あのコンプライアンスがやっぱあるんで、はい、コミュニティガイドラインってものは存在するので、で結構僕の動画を見て、あ、こんなのやらせじゃねえか、こんなのあれだよっていう人もいるんですけど、はい、でも、まあ、全く気にならないんですよね、僕自身は。現実的に起きてることを伝えるときに、はい、100あるものを100伝えてしまうと、はい、いろんなそこにトラブルや傷つく方が増えてしまうので、はい、ある意味 YouTube ってレベルにギアを下げて編集をして、本当にセンシティブな部分はカットしてあげてるので、そういう部分を含めて何を伝えるかってところは結構、まあ、そうですね、こだわられてますね、うん、結構考えますね、今でももちろん、はい、そうなんですね、はい、視聴者の方も見やすいようにっていうことなんですね。そうですね、だからでもその映像の裏に本質は何が隠れてるかってのを予測して見てもらいたいです。なるほど、はい、あのそんな伴中村さんのこれまで生きてきた中で、うん、はい、ちょっと一番苦しかったなとか、うん、しんどかったなって、うん、そういうエピソードはありますかね。いっぱいありますけど、いっぱい、いっぱいあります。でもむしろほぼ裏切りであれ、騙され、そうですね、見捨てられみたいなことの方が、でも僕、まあ、親父が19ぐらいの頃に亡くなってるんですけど、はい、その死んだ親父の言葉で、まあ、結構大事にしてた部分が、その若い頃の苦労は買ってでもしろ、はい、お金を払ってでもしろ、その前は選択肢に迫られた時にも難しい方へあえて選んでいけと、はい、若いうちは大人になったらいろいろ守るものがどんどん増えてくるから、まあ、安牌な方を取ること多いんですけど、はい、そのチャレンジする気持ちっていうのが結果的にそれで苦労を買ってでもしろって言葉とも一緒になるんですけど、自分の成長であれ殻を破ることにつながるから、まあ、それが結果的に心の悩みであったり、ポジティブにマインドを持っていくテクニックになるから、はい、そこは結構大事にしてましたけどね。そうなんですね、はい、あの伴中村さんは今後どういった活動をしていきたいって思いはありますかね。そう、これよく聞かれるんですけど、はい、あの僕そう格闘技やってたじゃないですか、はい、で令和の虎って番組の司会者もやって、はい、で、まあ、ラッパーとしても MC バトルとかラップの戦いも出てたり、はい、あとは DJ もやって今全国で回ってツアーみたいなこともしてたり、はい、で俳優としてもこの9月のこの6日に新しい劇場全国放送の映画、僕が手掛けたこの喧嘩バトルロワイヤルっていうのを、100秒の剣をっていう映画が劇場で全国公開されるんですよ、はい、でそれも出てる方も板尾さんとか石田一生さんとか、はい、栗原るい君とか、まあ、本当に売り出し中の有名な俳優たちも結構出てくださってて、はい、僕も準主演で出るんで、あ、そうなんですか。あのまた舞台挨拶とかもやるんですけど、俳優もやって、はい、なんか もはやもう迷子というか、自分で迷子ですね。もはや迷子ですね。はいはい、迷子のままでいいって感じですよね、はい、でも。そうですね、なんかもう俺がこれやりたいっていうことを言う年っていうよりは、なんかもうやみんながやってっていうことはいいよいいよって自分がやってたらこうなっちゃって、なんかそれでいいのかなというか。なるほど。あの思うんですよ、例えばアーティストの方に対しても僕思うんだけど、はい、むしろそれすげえなと思ってて、はい、一つのことで、まあ、に日本人ってこう石の上にも3年とか、はい、一つの仕事を最後までっていう時代もあったんですけど、はい、なかなかそれって今のこのスピード感、はい、SNS であったり3日前のニュースがもう古いことになってたり、はい、もう情報がどんどん入れ替わるこのスピード感の中で、一つのことを洗練してってすごい大変で、はい、いろんな誘いもあれば情報もある中で、はい、まあ、僕はそれに全部答えちゃってるって感じなんですよね、はい、
でもこれがじゃあ正しいのか間違ってるかって言ったら分かんないんですけど、はい、ただ今やっていく上ではいい方法だなと思って、はい、よく講演会でも夢は5つ以上持てって必ずみんなに言うんですけど、あ、まあ、自分の子供に対してもそうやって言ったりしてて、はい、あの結構そういうこうなんだろうな、いろんなことがやりすぎるんですけど、うん、スペシャルじゃない人間があらゆることを全力でやってスペシャルを越すことが今の時代はあるのかなって僕は思ってて、本当そうですね、はい、いあれがダメならこれでもいいみたいな、はいはい、更新されていくじゃないですか今の時代、アップデートです、はいはい、そのアップデートしていく中で、はい、そこにとにかくどんどんチャレンジして進化し続けてる、はい、っていうのを勝手に感じてます。おっしゃる通りですね、あのもう本当全力でおじさんがヒーヒー言いながら、はい、こそこそ努力してる、もちろんラップとかもいきなりやってるわけじゃなくて、はい、お風呂入ってる時も電車乗ってる駅で見てもインフンで見たり、もう暇さえあれば何か頼まれたことは全力でやり遂げようとして本気で、だからかっこいいんですね、本気でやるっていうのが今の時代には合ってるような俺は気がしてて、それが心を打って、もしかしたら中年のおじさんたちも、はい、バンさん見て俺も頑張ろうと思ったよっていう人が増えてるって感じです、ね、本当に、はい、マジで40代の私の周りの近い方々もめっちゃいるんですけど、はい、めっちゃバンさんの生き方見てほしいです。特に40代の男の、はいはい、三髄の男になってほしいですね。そうですね、本当進化、どうしてもその会社とかでも、あのもし役職がこう定着した時に、うん、このままっていう状態が長く続いちゃう時もあると思うんですけど、はいはい、まあ、それはそれでやらなきゃいけないことがいっぱいあるので忙しいんですけど、うん、なんか違う方向を見たり新しい明日を見たり、うん、何か違う新しいカラーを取り入れようとしても、やっぱりこの先の自分の人生なので、はい、面白いんじゃないか、いいんじゃないかってことをすごく感じさせて、はい、いただいてます。そうですね、でもそうやっていろんなことをチャレンジするとその人たちの気持ちが分かるようになるんですよね。あ、なるほど。その人みたいになれるわけじゃないけど、その人たちの気持ちは分かるんですよ、はい、あ、こんなにインフムって難しいんだなとか、あ、例えばアーティスト、そうですね、アーティストであればその曲を考えることで、まあ、その作詞の話もそうですけど、はい、こんな大変なんだなとか、はい、そういうことの中に何かその自分のことに照らした時に、はい、それが勇気になったり、ああでもだったら俺もこうやって頑張ってみようってことにチャレンジすることがつながったりするから、はい、あのちょっと最後になるんですけど、はいはい、今ラジオをお聞きの皆さんの中で、うん、長引く不況とか、うんうん、病気とか、はい、経済とかいろんなことで悩んでいらっしゃる方がいるかもしれないんですけど、はい、あのそんな皆さんに晩中村さんから何かメッセージをいただけるとありがたいんですけれども。わかりました、はい、そうですね、僕からはやっぱりそのよく言う言葉で、その、まあ、努力は必ず報われるっていう日本のことわざがあるけども、はい、まあ、ほとんど努力はほぼ報われない、はい、でも努力したやつしか報われないのも現実だし、だけども報われるまで努力しようってこともすごく大事で、それで自分に風向きを変えてやる、さっきの歌にも入れたけど、その風がなければ自分で吹かせばいいじゃんというか、波がなければ自分で起こしてやるよっていう、できなくてもその気持ちを持つことがやっぱまた明日の糧になったり、もう一丁頑張るぞと、大丈夫大丈夫って自分を言い聞かせれるように、やれるやれるっていうことにつながってくれたらとは思います、はい、そうですね、やり続けるってこともやっぱり大切ってことですね。そうですね、ありがとうございます、はい、前に進んでる気になってる人が多いんですよ。あ、なるほど、はい、僕ライブとかでも DJ やってもお前ら前に進めてますかって必ず聞くんですよ。それって進んでる気になってるだけじゃないですかと、はい、今日のノルマをやり遂げたら、タスクを終えたら、それが前に進んでるとは意味が違うんで、はい、そうですね、気持ちも含めて前へ前へっていう気持ちを持ってもらいたいなってのが、まあ僕からの思いですかね。それをまあ行動で見せてるって感じです。本当に見せつけられてます、はい、人生で、はいはい、ありがとうございます。本当にあのパワーあふれるお言葉をたくさん、はい、いただきました、はい、今回はゲストに晩中村さんにお越しいただきました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ラジオ聞くならあんたでもいいよ。明日への扉、命のラジオプラス。
明日への扉、命のラジオプラス。今回は坂中村さんにゲストに来ていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。本当に多岐にわたって、まあ、成功を収めていらっしゃる坂中村さんなんですけど、もう溢れんばかりの男気を感じて、そして生き様っていうのがやっぱりチャレンジし続ける圧倒的な強い精神があるんだなっていうのをすごく感じましたね。本当にエネルギーとパワーをいただけました。ありがとうございます。ここで皆さんにいただいたメールをご紹介します。宇都宮市のラジオネーム鉄人パパさんからです。初めて拝聴させていただきました。私は中学時代はいじめにあっていました。理由はよくわからないんですが、みんなより小さく気が弱かったので、うまく言い返すことができず、おちょくられていたのだと思います。私の高校は全寮制で他県だったので、しばらくは地元とは接点がありませんでした。約10年前に父が亡くなり、その時に小さな同窓会をしたのですが、そこに当時のいじめっ子がいました。そこで本人から謝罪された時に、やっと解決したという安堵感に似た何かを感じることができました。いじめがあってから約30年経ってからでした。いじめっ子もいじめられっ子もどちらも苦悩の日を送っていたというのも新しい発見でした。双方苦しむなら仲良くしましょう。そんな私はもう50歳を過ぎたおじさんになっています。毎日笑って過ごしたいですね。メッセージありがとうございます。そうだったんですね。でも謝罪をしたっていうのは、いやー、なんかやっぱりメールでもあったんですけど、苦悩の日々を送っていたのも、本当にいじめ傷つけた側の方もやっぱりそれも事実だったのかもしれないですよね。いやー、本当にもう心が傷つくっていうのは、もうそんな時間はもう全部なくしたいことなので、本当にもう仲良く、やっぱり相手のことを想像できる気持ちっていうのが本当に大切なんじゃないかなと思いますね。そしてもう一通いただいています。香川県の善通寺市、の女性の方からいただいています。はじめまして。ゲスト尾崎裕也さんの回を聞かせていただきました。お二人が曲作りについてあれこれとお話しされている様子がとても楽しかったです。尾崎さんの声が綺麗だとおっしゃっている川島さんの歌声もとても澄んでいて美しいなと思いました。明日への扉、川島さんの優しいお声と温かな思い、ゲストの方、そしてリスナーさんから寄せられる思いが必要とされている多くの方の心へ届けられますように。本当にもうものすごく温かい優しいメッセージをいただけて、すごく力をもらいました。本当に皆さんからのメッセージ一つ一つがもう間違いなく心に響いて励まされています。多くの方に、そうですね、少しでも前向きな気持ちや希望を感じてもらえるように、これからも頑張ってこの明日への扉、命のラジオをお届けできたらなと思っております。皆さん、メッセージありがとうございます。また番組へのメッセージもお待ちしています。特にこのラジオの中のお話などに対する感想、ご意見、また真剣なご相談も募集します。採用させていただいた方には1000円分のクオカードをお送りします。いずれの場合も、これから申し上げるアドレスにメッセージやご相談を記載し、住所、氏名、電話番号、ラジオネームを明記してください。また、匿名、ラジオネームのみでのメッセージも大歓迎です。おはがきは、郵便番号 650-8580、650-8580。ファックスは、078-361-0005。078-361-0005。ラジオ関西、明日への扉、命のラジオプラス係まで。そしてメールは、明日@jocr.jp、asu
asu@jocr.jp asu@jocr.jp。 また番組 X からも投稿できます。明日への扉、命のラジオプラスで検索してください。ぜひフォローもお願いします。 YouTube、ポッドキャストでは過去の放送を遡ってお聞きいただけます。それでは皆さんごきげんよう。お相手は川島愛でした。明日への扉、命のラジオプラス、この番組は栄光フーズの提供でお送りしました。